ペナントにあるイースタンオリエンタルホテルイースタンオリエンタルホテルイースタンオリエンタルホテルはマレーシアのペナントにあるコロニアル様式のホテルでサーキーズ兄弟によって1885年に設立された。ファークアー通り10番地という海岸通りに面した同ホテルは豪華な宿泊施設とレストランで知られている。イースタンホテルは アルメニア人のサーキーズ兄弟によって1884年に設立された。それから1年経たない1885年に同じくサーキーズ兄弟が創業したオリエンタルホテルは人気が出てお客が殺到、大いに繁盛したため、両ホテルは1889年に合併してイースタンオリエンタルホテルとなった。ブランド展開の成功により、 サー・キーズ兄弟は1887年にシンガポールでラッフルズホテルを1901年にはミャンマーのヤンゴンでザ・ストランドを姉妹ホテルとしてそれぞれ創業するに至った。サー・キーズ兄弟の運営のもとイースタンオリエンタルホテルは何度も主要な拡張工事を行い1929年に現在の同ホテルの複合施設として完成した。 第二次世界大戦後、ホテルが競合している状態への適応に失敗し、数十年にわたる低迷期を経験した。1996年に経営陣によって、ホテルの主要部分の復元のための一時休業が決定された。後にヘリテージウィングとして知られるようになる、ホテルのフロントウィング部分は復元作業が施される。一方で、ホテルの東端である、 ニューウィングを含めたホテルの残りの部分は建物内を一新されるか、あるいはホテルの古い建築デザインの様式に基づいて完全に復元された。敷地を占領していた1884年当時の建物の面影はホテルのセントラルウィングのために完全に撤去され、新生ではない中鉄製のフレームを有するベランダというラフフルズホテルの形式に似た特徴的な姿となっている。 E&O グループという新しい所有者のもと、同ホテルは2001年に営業を再開した。同ホテルの著名な訪問者、ゲストは次の通りである。フェーマスホテルズ、サーキスブラザーズ、famoushotels.org、2015年3月24日、閲覧、ありがとうございます。